皆さん、こんにちは。この度、縄代安子ちゃん役を演じさせていただくこととなりました、本土楓です。イェイ。 あの、そうですね。まあ、まず、やすこちゃんは、うーん、同じクラスにいたら、私だったら憧れるタイプの子かなって思います。すごく大人びていて、おっとりしていて、わあ、あんな風になりたいって思えるような素敵な魅力的な女の子です。そして、まあ、クラスメートがたくさんいる。まあ、もちろんクラスメートですからね。で、クラスメートもすごく、わあ、いそうっていう子から、あ、やっぱりこう、みんなが受験して目指す学校なので、いろんなところから集まってきていて、方言がある。 あったりとかか本当に個性豊かな面々ですアフレコの時もこの子はそういう風な喋り方するんだってこう毎度毎度現場が楽しみだなって思えるようなそんな作品でございました。ぜひ皆さんテレビやアニメ楽しみにしててください。以上、本と帰れでした。バイバイ。